今ですね、手動編みをやってるんですけれども、もうがっつり手動編みです。表目と裏目を使った、あと縄編みとのね、ニット&パール&ケーブルハンドマニピュレーションなんですが、でね、使うのがこれだけのツールと、それから目が落ちた時のためのこのこれですね、これと、それから先ほど作ったこのこれなんですけど、工作で作ったこれですね、このダブルラッチツール、ダブルタッピー、これだけあります、道具が。で、先日ねやった時に、お盆を膝の上に乗せてたら足が疲れてきたから、低いね、補助的なベッドサイドのテーブルをでやってたんですけど、あれもまたね、こう場所を取るんでね、ベッドのこの編み機の下の方にね、だから何かと身動きが取りづらくて、でこれ見てください、これ本当にね、面白いでしょ、私なんか子供みたいなことしてるんですけど、これこれで、これは磁石でペチャンってマグネットね、これはまあラップトップツールトレーね、ラップトップパソコンならのラップトップツールトレー、ニッティングツール、マシンニッティングツールトレーとでも言いましょうか。これ簡単なんですよ、これなんとかなんないかなと思っててね、これね、実はこれトレーですね、これ何か編み機を落札して届いた時にね、なんかこういう道具類が入って一緒に来たトレーなんですけど、これでしょ、それからこれでしょ、であとはこれ何かと言いますとね、これこれウエストポーチです、ウエストポーチね、こうウエストポーチ、これを自分の足のももの太さに調整して、私足が太いんでですけど、こうやって下から回してね、こうやってウエストポーチをこう止めてしまいますね、こうやってね、はい、これで足にくっつきました。それでこれをこうやるでしょ、でこういうのでガシッと止めちゃう、はい、出来上がりです。もうこれでね、はい、縄編み、はい、タピ返しとかね、あー目が落ちちゃったって、こんな感じでね、ここで全部できるという、はい、こういう、ラップトップニッティングマシンツールトレイのアイデアのご紹介でした。これらを使ってね、また今やってる手動編みの動画を撮りたいと思います。ニューエレナちゃんです。はい、アイデアのご紹介でした。以上です。